アメリカにはピンチハンガーがないらしい。森尾由美が言ってたけど、アメリカには小物を干すための洗濯ハンガーが売ってないんだってさ。日本人が帰国するときにいらないものをフリマで処分するんだけど、洗濯ハンガーを出すとアメリカ人が目の色を変えて買っていくって。どうしてアメリカでは売ってないんだろうと不思議がってた。100円ショップで大量に買ってあっちで売ったら儲かりそうな気がする。留学で広がる日本のカレー。アメリカ行った時にカレー作ったんだけど、確かに喜ばれた。もう一度作ってくれと言うんで、帰る直前こっそり大鍋に10人前ほど作ってさよならした。その後無事日本到着を電話で報告したら、カレーありがとうと言われたので、明日温め直すともっとうまい、でも食べきれない分は冷蔵か冷凍でと話したら、今日もう全部食べちゃったよ。一人で全部？うん、足りない米は自分で炊いた。炊けたよ。でも明日になったらもっとうまいって何？ってこっちのセリフだよ。お互い沈黙。向こうにもカレーライスくらいあったと思うんだけど、結局食べずに帰ってきた。日本のカレーとどう違うのか食べときゃよかった。